それではですね、試験当日の過ごし方について、お話しさせていただきます。まずもうこれ、まあ、前日の話になるんですけども、あの準備物、これだけまず確認しておきましょう。その当日、試験当日に持っていくバッグの中に今から言う内容入っているかどうか確認しておきます。一個一個ね、確認しておきましょう。まず鉛筆、まあね、3本ぐらいあれば、まあ、大丈夫でしょう。で、消しゴムも、まあ、3個ぐらいあれば、落としてもね、大丈夫なんで、3個ぐらいあればまあ大丈夫でしょう。まあ別にね、1本はちょっとね心配なんで、落とした時にね、最低2本は持っておいてください。2個2個ぐらいは持っておいた方がいいです。もうそれ以上であれば別に何個でもいいです。あと受験票、これ忘れる方多いので、受験票もちゃんともうバッグに入っているのが前日に確認。あと時計、これあの腕時計ですね、あのストップウォッチはダメなので腕時計です。で、まあまあ G-SHOCK みたいにピピってなるのを初めなんか 言うんですよ。ピピってなるようなものやめてくださいって言われるかもしれないけども、まあまあ G-SHOCK ぐらいであれば全然構いません。ただあのタイマー設定して2時間経ったらピピピピってなるようなものはやめておいてくださいね。普通になんていうのかな、例えば2時にピピってなるとかね、ちょっとピピになるぐらいであればまあまあまあ大丈夫でしょうと。あと地図、行く場所がちゃんと分かっていないとこれまずいので、その日にね、あの Google で調べて地図ね、ネットであのスマホで見るっていうのもまあまあありですけども、やっぱ地図印刷しておいたりとかしておいた方のがね、あとブックマークとかしておいた方のが、まあ事前に用意した方のが、まあ、気持ち的に安心ですよね。なんで事前に用意しておきましょう。あと時刻表も一緒です。事前に用意をしておく。あとね、Yahoo のページで、ブックマークしておくとかね、しておきましょう。あとテキストの過去問、これね、もう人によります。私は1冊ぐらいだったかな、まあ、合計2冊ぐらいしか持ってこないんですけども、ある方っていうのは知らない人ですよ。あの試験会場着くとめちゃめちゃね積み上げてる人とかいるんですよ。なんで別に何冊持ってこようが別にいいです。まあ何もせずにいるって方もいます。普通に座ってる、なんか音楽聴いたりとかねしてるとか。私もね、あ、そうだな、音楽聴いてましたね。音楽聴きながらあのテキスト見たりとか、まあテキスト見てもそんな覚える気あんまないんですよ。覚える気ないけど、なんか知らないけど、とりあえずなんかちょっと見とこうかなみたいな感じでさーっと見てる感じで、まあ気分休めです。で持って行ってました。まあもちろんね、試験直前までちゃんとね、わからないところを覚えるっていうのもありなので、全然どっちでもいいです。とりあえずまあ持っておいた方のがいいでしょう。1冊ぐらいかな。まあなかったらなかったでも全然これは構わないです。こっちは絶対必須なんでね、青の部分は絶対必須なんで、あの、まあ、地図と時刻表はない、まあ、なければないでいいかもしれないですけども、まあ、それ以外はちゃんと持ってた方がいいですね。で、続いて30分前に到着するように計画立っておきましょう。それから逆算をして何時に起きなきゃいけないとかね、ちゃんと逆算して考えていきましょう。10分前着とかだとですね、意外と、なんていうんだろうね、着いてから、もう着いた時にはもうみんな座ってる感じなんですよ。10分前ってなってくると。なんで30分前ぐらいだと、ちょろちょろ人が入ってくるぐらいな感じなので、まあ、心に余裕があります。なんで30分前。まあ、もう早い人はね、1時間前からいるかもしれないですね。だから30分前に最低でもですよ、到着だから、予定では40分前ぐらいに到着ぐらいな気持ちでね、その、電車の時間とかを調べておくってことです。OK でしょうか。で、次、到着しますよね。まあ、到着したら、まあ、自分のこの、なんていうかな、受験番号と席が合致するところを探すわけですね。で、探していただいて、で、探して、荷物を置きます。で、まあ、どうですかね。私の場合は、まずトイレ行くんですよ。お手洗いに行って用を足して、で戻っていきます。でもうこれ私のね、なんていうかろう、性格なんですけども、人間観察好きなんですよ。人間観察好きなので、私は、まあ、そこからね30分前についてトイレ行ってもまだ30分弱あるんですよ。25分とかねありますんで、さあ何しようかなってことで周りをこう見回してね、どんな人がいるんだろうって僕は見回してましたね。でまあ何しろ緊張するのは悪くないんですけども、まあ、できるだけ、まあ、気持ちを落ち着かせてっていうのかな、感じで、まあ、周りを普通に見て、ああ、なんか、いっぱいテキスト積んでんなとか、そんなに積んでもできないだろうとかね、思いながら、こう、周りを見て音楽聴いたりとか、まあ、してます。で、まあ、テキストとかね、まあ、
勉強したい人は勉強しても全然構いません。で、またですね、10分前ぐらいに、あれですね、トイレに行きます。もう10分前ですよとかって、試験の、何ていうか、試験の会場にいる監視員っていうのかな、方が言うんですよ、10分前ですよって言ったぐらいで、私はもう一回トイレに行くんですよ。緊張するとお手洗いしたくなるんですね、私。なんで、もう一回行って、まあ、出ないけれども、もう一回行くと。まあね、念のために。で、実際本試験始まってからだと、トイレ行けないんですね。なので、もう事前に済ますよく。っていう形です。あと、そうだそうだ、飲み物を持ってってもらっても全然構わないです。私も試験会場ついてね、すぐちょっとちょこちょこっとお茶とかね、飲んだりするんで、私はコーヒーが好きなんでコーヒーとか飲むんですけども、まあね、ある方はもうコーヒー飲むとおしっこがしたくなるっていう方が言うね、まあ、よく言われるんで、利尿作用があるから、やめておくんですっていう方は別にいいですけども、まあ、好きなもの飲んでもらって全然構いませんので、って形かな。って形ですね。まあ、そんなに、なんて言うんだろう、気にすることってあんまないんですよ、正直言って。なんで、まあ、緊張ね、まあ、みんなどうせ緊張してるんですよ。みんな緊張してます。でも、自分も緊張してるかもしれないけども、周りもね、平然を装ってみんな緊張してるんで、まあ、そんなに何も気にする必要もなく、ぜひ、試験、迎えてください。で、こっからです。試験、始まりますよね。試験始まったら、これね、解ける問題がパンパンパン続けば、まあ、いいんですけども、もう解けない問題とかやっぱ出てくるときってやっぱあるんですよね。もうそういったときはもう自分を信じて、あ、これは自分が解けない問題は周りも解けないんだ。そのぐらいのもう気持ち持ってもらっていいです。ここで解けないんだ。やばい。ってここになっちゃうとやばいですから。それのはやばいんですよ。もう解けない問題も解けない。もう仕方がないんですよ。おそらくね、解けない問題考えても解けないんですよ。知ってるか知らないかのもう話なんでね。ある程度自分の中で答えを導ける人っていうのは問題文ちゃんと読んで、理解をして、あ、こうだからこうだ、こうだからこうだってことでいけるんですけども、もう知ってるか知らないかの問題とかっていうのはもうパッと見て知ってるか知らないかなんですよね。だから知らなかったら解けないんで、もう気にせずに、あ、もう解けない、はい終了と、次の選択肢みたいな感じでもう行く方のが楽です。気持ちも楽だし、もうね、なんていうか、もう機械的にどんどん進めていくっていう感じですね。で、もう自分が解けないものは周りは解けないぐらいな気持ちの方のが点数取れますんで、まあ、ぜひね、そんなような心構えでぜひ、行っていってください。で、試験の、問題用紙の中に図とかを書いていくんですけども、その際この問題用紙の、空いてるところ、上とか下とかの空いてるところに図を書いていくんですね。で、図を書いていくんですけども、ランダムに書いちゃうと、見直しの際に、どの問題が、どの、図かって分かんなくなっちゃうんで、できるだけ並べておく。だいたい、こう、見開きがあって、まあ、こっちとこっちにこう分かれてますよね。こっちに、問1、問2、問3、問4みたいにこうなったりするんですよ。まあ、1ページに2問、上下にこう、載ってるので、例えば、上の問題は、上の方がちょっとね、余白狭いんですけども、上に左から選択肢1234って図を書いていくとかね、下については、1234ってね、あ、上かもしれないけども図を書くのであれば書いていく。で、上で足らなかったらちょっと下に行って、3412345みたいに書いていくみたいな感じで、規則正しくできるだけ ちっちゃめにね書いていった方がいいです。大きく書いたら足らなくなっちゃいますね。なんていうか余白が足らなくなるんで、まあちっちゃめに、書く感じがいいですね。で、自分がどのマークに選択したかちゃんと書いておきましょう。自己採点しなきゃいけないね。試験終わった後に自分のね、速報が他社さんの大手が出ますよね。そこで調べて、どうかを確認するときに、点数を確認するときに自分がどこをマークしたのか分かんないと自己採点できないんですよ。なので自己採点できるように、あ、この問題は1,2,3,4 あって、1を丸したよ、まあ1を丸したって1をマークしたよとかね、これは3をマークしたよみたいな感じで、これでぐるぐるって大きく回るね、つけたりとか、まあしといてください。そしたら自己採点できますんで、で、問題用紙は持ち帰ることができます。まあマークシートはね、出すんですけども、っていった感じです。まあ試験ね、当日、まあそんな感じで過ごす感じになりますので、まあそんなにね、まあ緊張するなって言っても緊張するんですけども、まあ、緊張すること自体全然悪くないですし、みんな緊張しますんで、
まあ、緊張してること自体そんなに気にしないと、あ、緊張してるなぐらいな感じです。緊張してるから悪いって思っちゃダメですよ。緊張してたら点数取れないって思わずに、まあ、緊張してても、まあ、これは、まあ、みんなそうなんだからぐらいな、まあ、気持ちでぜひですね、当日迎えましょう。宅建合格を目指しているあなたへ、宅建に合格するための情報を無料でお伝えしております。無料のメルマガでは1日3問宅建の過去問を、詳しく分かりやすく解説させていただいております。動画についても、無料でどんどん有益な情報を、ご提供させていただいておりますので、ぜひ、チャンネル登録の方をお願いいたします。チャンネル登録は下の方から、また、1日3問のメルマガの登録については下の、動画の解説、動画の概要ですね、そちらの方からご登録いただけますんで、ぜひよろしくお願いいたします。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レッドスノーオノでした。